オホーツクプレートとその周辺オホーツクプレートは東日本及びオホーツク海カムチャツカ半島を覆うと考えられているプレートである。もともとは北アメリカプレートの一部として考えられてきたが、その後独立したオホーツクプレートとして考える見方が出てきた。オホーツクプレートを仮定する場合、北アメリカプレートとの境界はトランスフォーム断層であるウラハ半断層となる。 東側では、千島、カムチャツカ海溝や日本海溝を挟んで、太平洋プレートと、南側では、相模トラフを挟んで、フィリピン海プレートと、北西側では、ユーラシアプレートと、南西側では、アムールプレートと接している。ユーラシアプレート及びアムールプレートとの境界線は、日本海からカラフトにかけての地震多発地帯であると、され、 その境界上で起こった地震として1995年のネフチェゴルスク地震が挙げられる。太平洋プレートとの境界は沈み込みたいで、症状型の大地震が頻発している。その例として1737年と1952年に発生したカムチャツカ地震が挙げられ、前者のマグニチュードは9.0から9.3、後者のそれは9.0とされる。 2003年9月26日には、北海道で M8.0 の都家地地震が、2006年11月15日には、千島列島沖で M8.3 の千島、列島沖地震が発生している。さらに、2011年3月11日には、M9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生した。ありがとうございます。